な聞いて。海外のセキュリティハウス大好きマンが作ったガチのセキュリティドアがヤバすぎる。まず鉄ブロック敷いて1、2、3、おお、どんで端っこはバレないように埋めて、よいしょ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 、光ってますね。ビーコンの上にフェンスゲートを置くと、ここ壊してリピーターを1、2、3でダストも置いちゃう。ここにレバーを置いて、え、これうまくいくの？これ蓋して、これどうなんだろう。よいしょよいしょ、置けないところはカーペットをギリギリで置いていく。これ難しい。よいしょ、今こんな感じ。あとは横に鉄ブロックを敷いて色付きガラスで自分の色にしていく。ビーコンもこうやって隠すっぽいね。よいしょ、完成。ガチのセキュリティドア、どうなるか入ってみます。こんにちは、すいません。あれ、ちょっと待って、ガチで入れない。え、すげえ入れない。だけどレバーをオンライン。あれ、何も起きないぞ。大丈夫か。いきます、失礼します。すげえ取れる。みんなも作って、次も見てね。みんな聞いて、海外で中二病心をくすぐる建築があったので、やったか。ここにマグマ敷いて防具立て、ここに置くらしい。え、消えないの？大丈夫なの？これ。1、2、3で。ピストンオンライン。で、石レンガ置いて、レバーでいってらっしゃい。おぉ。次はエンドロット。レバーでいってらっしゃい。うわぁ。まだ防具立て消えてないぞ。ここ、こましいよ。ろうそく、チャキン。それでは、完成、チャキーン。どはははかっこいい。伝説の剣。次も見てね。みんな聞いて。なんとなく寝たいなって時に、これで寝ちゃう。ダメ。ハーフブロック置いて、1で隠して、ここにレールを敷くらしい。ほいほいほい。そんで、コロッコ置いて、よいしょ。いってらっしゃい。あれ、すっぽりいかないもんかね。よいしょ。おー、いったいったいった、うまくいった。この辺壊しちゃって、トップドアとかの方がバレなさそう。いいぞいいぞ、装飾して、よいしょ、裏側も置いて、ここはトラップドア、古墳みたいになっちゃったな。完成。これをクリーパーをかぶって、ここを開けて、チャギン。そうすると、クリーパーが寝てる感じ。かわいい。次も見てね。みんな聞いて、マグマを垂らして水を垂らすマグマタワーは知ってると思うんだけど、この形だとできるのか検証していきます。マグマアミニー。あ、知ってこい、いけ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 、おっと、いけるか、頼むよ。ダンダンマグマ、ダンダンマグマ、頑張れ頑張れ頑張れ。おお、いけるか、斜めいけ斜めいけ斜めいけ、やった、いったぞいったぞいった、頑張れ頑張れ頑張れ。おお、いけてるいけてるいけてる。影もっといかつ、とんでもって、せーの、ん、あー、ミスった、あ、ミスった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 、大丈夫大丈夫。おおおお、水ったけど水ったけど、いい感じだぞ。これちゃんと下入れるようになってるか見ものだよ。水オフライン、おお、いい感じだぞ。それでは完成、どうですか、チャキーン。かっけー。中ちゃんと入れるのか、どうだ、あれ、なんだこれ、なんか変なのできたぞ。二重構造になってた。次も見てね。みんな聞いて、村人さん寝てるんですけど、水落としドッキリどうだ。村人さんにも全くびくともしてません。続いて、うっすり寝ております、村人さんにマグマドッキリオンライン、どうだどうだ。村人さん頑張れ、村人さんマグマ、あれ、村人さん無事です。なんということでしょう。続いて、トライデントぶっ刺して起こしてあげましょう。それではいきます、村人さん起きてちょうだい。じゃあ続いて、これならどうだ、ピストンにエンドロッドがぶっ刺さっております。このレバーを引くと、村人さん串刺しドッキリオンライン。あれ、なんじゃこれは、なんで君まだ寝てるんだ、君かやったのは。やろー、次も見てね。みんな聞いて、海外の装置大好きマンが作った装置がヤバすぎるんで作っていきます。まずは設置、おりゃおりゃ、めちゃくちゃ掘ったわ。そこにクォーツブロックを一マス大きいに置いていく。装置を全部乗せ、赤いしこれ使うよ。合間にリピーター敷き詰めたぜ。でまた蓋しちゃいます。大丈夫なの、蓋しちゃって。そんでまた次はこうやってクォーツブロックの上に置いてくと、なんか消えるんだね。なんかゾワッとする。重なんないようにブロックを置いていく。これちゃんとうまくいくの。粘着ピストンを全部に敷き詰めていく。富裕層の遊びでしょこれ。ダストを置いていく。で真ん中にこれちょっと階段みたいな感じで作って、頼むから動いてくれよ。縁を削って、この縁も埋めて、水オンライン。そしたら縁をハーフで埋めていく。レバー置いて、それではいきます、せーの、チャギン。わー、勝ったね。フォレスト、おー、次も見てね。みんな聞いて、海外のアーティストが作った建築アートがヤバすぎる。電車みたいに並べて、スライムをペチャペチャ置いていく。いいね。そんでレールを置いていく。おいしょ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 。あー、いい感じ。
工業的な感じになってきた。レール壊していく。スライム殴ったら終わり。裏側に鉄ブロックを敷いて、できっかな。レッドストーンを1マス置き、はいはいはい、リピーターも間に入れてっちゃう。いやこれ動いてほしいな。今こんな感じ。ここにつなげてリピーターを回すように置いていく。できるかな。そしたら間にレッドストーン詰めてあげて、レバーオンライン。まがまがしい装置ができました。それではレバーオンライン、さあどうだ。完成。あれ一回切りこれ、え一回切りこれ一回切り、次も見てね。これどうなんの。まずは大釜マグマ入ろうとすると、よいしょ、あった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 、危ねえわこれ。続きまして、これはみんな当たり前してると思うけど、水にマグマオンラインすると黒曜石、はい。でもって1マス下にマグマ置くと、これも下黒曜石になってるね。最後大ボス、ここに大釜オンラインして、大釜入ってます。まずこの大釜にマグマ入れられ、うお入れられる、すげえ。入ったらどうなるんでしょうか。いきます、せーの、チャキン。ん、ダメージくらい、マジかよ。次も見てね、みんな聞いて。今日は海外のかくれんぼ大好きマンが作ったやばい装置があるらしい。皆さんどんなものが出来上がるか想像しながら見てください。よいしょ。何やらここにレッドストーントーチを置いて、この上にピストンを置くと、せーの、チャキン。おー開きっぱになる、いいね。あ、じゃあ君、あ君、あ君、ダメってね、何しとんの。出なさい。じゃあね、まだどうなるかわかんないよ。そんでここ閉まっちゃって、ここに木生やすらしい。チャキン。でもってコップンで入る入る入る、はい、お生えた生えた生えた。この辺をなんとなく土で隠すっぽいんだよね。ここにも置いて、元からありましたけど何かみたいな感じでしたいね。いいねいいね、バレなさそう。この木の下に何かアイテムを入れると、チャキン、おお開いた。ここ掘り進めて、秘密基地完成です。隠れたはいいけどバレバレだ。次も見てね、みんな聞いて。海外の建築家が作ったむっちゃおしゃれな神建築、僕も作っていきたいと思います。何作ってるか分かった人コメント欄で教えてください。ここを掘り抜いて石で敷き詰めていく。そんでもって外周はちょっと平べったくしていく。で真ん中に1、2、3、4、5、6置いて、あとは階段でおしゃれに囲って、陶器のトラップではオンライン。上を台作って行き、階段でなんか蓋していく。オッケーオッケー。間もパフブロックで埋めていく。建築は情報量、よいしょ。真ん中シーランタン置いて、石レンガの塀を置いていく。いやもうこれもう皆さん分かったんじゃないですか。いや完成が見たい。水を垂らしてチャキーン、噴水の完成です。僕の山発展中。次も見てね、みんな聞いて。皆様、えぐい建築が海外の建築家によって作られました。何作ってるか分かったら皆さんコメントお願いします。これだけで分かる人まだいないか。真ん中壊す、建築ピストンオンラインで囲って、よいしょよいしょ。なんかうんちみたいになっちゃった。ここにギリギリで置いていく。反対もギリギリに置いていく。おでもう一段オブザーバーを置いて、やべえ大丈夫大丈夫か、これ急に動き出したりしないか。いかついのできた。ここにピッてると、うん、おー動いた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 。ちょっと待って、無限に上行くな。やべ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 、熱い。ちょっとこれ止めに行かないと。おー上がってた上がってた上がってた。限界コードまでは行かない、さすがに。ここがね限界コードです。来るか来るか、限界コードで止まるんでしょうか。来た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 、もうすぐ来るよ限界コード。だってブロック置けないような。おおおおおお、止まった。次も見てね。キヨキヨのメンバーシップ3段階のプランをご用意しました。価格は月額490円から。生配信で使えるスタンプやメンバーさん限定の実写顔出し Vlog、 キヨキヨが毎日書いた日記がドカンと届く毎日日記や、メンバーさんにだけ僕の心を明け透けに喋る赤裸々トーク、キヨキヨチャンネルへのメンバーシップご加入お待ちしてます。